こんにちは、ソックニッターのまゆみです。今日も編み物ラジオをしていきたいと思います。今日編んでいるのは、プロラナさんのフィヨルド。なんかくしゃってしちゃいけちゃった。危ないね。こんな、裏編み、表編みのカウルを編んでいます。もう先ほど、朝の散歩を 終えてきたのですが、うちのケメ、柴犬、北海道ケミックスが、えっ、ー、と、の日常を毎日、毎回というか、ちらっとお話しさせていただいております。えー、もう雪が、まあ降ったり、なくなったりとかして、今年の冬ね、ちょっとまだあったかい。びっくりしました。昨日なんかもう雪がなくて、走って散歩ができて、いい運動になりました。 でも今日はまあ降っていて、で、足跡はね、いいんですよね、雪って。で、お父さんとお母さんの散歩の足跡の匂いを嗅いで、それについて行ったり、ケメはね。で、あの、ある時、父が近所のおじさん家に、 遊びに行った足跡を追いかけて行ったから、ね、もしかしてあのおじさん家に遊び行ったって言ったら、うんって言って、なんでわかるんだって言うから、ケメが教えてくれたみたいな感じで、たん、なんだろう、探偵みたいな <laughs> 感じで、雪の足跡をよく匂いを噛んでいます。それで、なんか、うさぎとか、ぽい足跡があるんですよ。うさぎは確か足が、前足 前足が2本こう揃ってて横にで後ろ足がその前に出てくるんですねなんか飛び箱飛んだあとみたいな感じで縦にこう揃ってる横縦のやつがウサギで「あサギいる!」とかって思ってであと鳥とかがこうタタタタタってこう雪の上を。 こうちょびっとだけ浅い足跡をつけてるのとかもかわいいなって思うしケメ自身の足跡もあなんか爪が伸びてるなとか前足おっきいけど後ろ足ちっちゃいなとか思いながら歩いていますでね近所の、えー、小屋のとこに誰も住んでない小屋っていうかのところに犬らしい足跡があるんですよ犬じゃないのかな狐かな いやーなんか、あ、野良犬住んでるんじゃないかなってずっと思ってて。えっ、ー、と、普通、誰かが散歩してると足跡、人間の足跡と動物の足跡ありますよね。それもなく、すごい遠くの方までその足跡があるから、すごい長いリールついた、<laughs> あ、リードか、リードのついた犬かなそれとも野良犬かなでも寒いだろうなぁ、なんて思っています。 冬はね、そんな足跡も楽しめるので、いいですね。今日なんか、ちょうど両親が、あ、犬の両親ですよ。ケメの両親が散歩に行ったすぐ後に出かけてみたんですよ。親と一緒に行きたいかなと思って。そしたら、匂いをたどって、なんとこっち回りしてるのに、匂いが濃い方から行くから、牛、逆回りして、左回りっていうか、して、すごい勢いで、 追いかけていきましたでも両親は小屋で待ってるんですけどね <laughs> ちょっと面白かったです皆さんの趣味は編み物ですよねでなんだろうちょふっと思ったのは 編みたいが私は一番なんですけど、編みたいとプラス買いたいっていいのもありますよね。で買,い買いたいから毛糸買いたいから編まなくちゃっていう方もいてあその方は買いたいが1番であの編みたいが2番ぐらいになってるのか、まあ、大抵両方だと思うんですけどでも私はとにかく編みたい人なので、えー、その後に買いたいが来るななんて思いながら。 で、とにかく編みたいから一点集中型というか、だからこう、早いですねとかってよく言われますが、一点に集中しているからですね、もしこれが編み散らかしてたら、これってどうやって編むんだっけって思い出すところからスタートするので、私はそういう意味でも不器用な感じがします。で、編むのが、編みたいと同時に編み上げるのも好きだから、 とにかく編み進むみたいなところがあるし、えっ、ー、と、できるだけ最小限の動きで、このマーカーとかもできるだけつけないで楽な動きにするとか、表編みもこう、ちっちゃい動きで編みたいし、裏編みも本当はね、すごい大きく、フランス式の裏編みも大きく動いちゃってるけど、もっとちっちゃい動きがあればできるようになりたいな、なんて思っていて、そこが、 自分のなんだろう編むものに対するこだわりというかなのかなと思っています。皆さんはどうですか？編んでるこの、うん、動作をしてることが楽しいっていう人もいますよね。そしたら別に最小の動きじゃなくてもいいし、1個でも5個でもいいし、あ、なんだっけこの間見たポッドキャスト、あのなんだろう今何を編んでいますかとかいうのを。 喋る YouTube みたいなのがあるんですね。多分ラジオみたいなのからスタートしたと思うんですけど。それで、えっ、ー、と、日曜日はスクラッピーだから、えっ、ー、と、余り糸を使って編む日。で、土曜日は、土曜日はなんとかする日って言ってたな。あ、えっ、ー、と、ブランケット編む日だ。ドミノ編みみたいなのの、 ブランケットを編む日って決めててその人何年もかかってそのブランケットを編んでるみたいで曜日によってね編み散らかしても曜日によってこれするって決めるっていうのも面白いですよねだから土曜日は好きなのよとかなんかそんな風に言ってましたね 冬の青森についてえっ、ー、とまあ夏はねぶた祭りとかえっ、ー、と新緑の頃とか紅葉の頃は十和田湖とかが有名だと思うんですけど冬もお祭りあるところありますよね。で今えっ、ー、と弘前の方では弘前城を雪灯籠祭りって言って雪の灯籠を作ったり自衛隊の方々が雪で 雪像を作ったり、今年はね函館市の、えー、と公会堂という建物洋風のねそれを作るって言っててでいや今年雪ないけどまあ弘前の方だったら雪いっぱいあるだろうし岩木山っていう、まあ、青森県で一番高い山の方から雪持ってくればできんのかなとかって思ってて。 私が弘前に住んでた頃は雪道路祭り毎年行ってて、もちろん桜祭りもですがね、桜祭りなんか毎日のように <laughs> 開催期間中は結構行ってましたね。で、雪のそういう雪像とか見るのも楽しいし、あ、札幌とかもそういうのありますよね。で、あとね、じゃがバターが一番好きなんですよね。 メイクインだっけ長いじゃがいもをふかして、そこに一斗缶に入ったバターをわって塗ってくれて、それを自分で好きな分、あ、塩もパラパラしてくれるかな。自分で塩もかけれたと思います。それをハフハフ言いながら食べながら、寒い、あの、中、雪像を見て歩くのがすごく好きでした。懐かしい。他に、えっと、とわだこでも冬物語って言って、えっと、 花火が上がったり、いろんなお店が出て、確かカレー牛乳味噌ラーメンみたいな名物が食べられたりとかして、あと、滑り台とか、鎌倉みたいなところでお酒が飲めるバーとかもあったような気がします。そういえば北海道の、まあ、朱湖じゃなくて、あかんこだったかなし、しこつこだ。しこつ湖っていうところが凍るんですね。で、そこの上で、 温泉とかそういうバーとかをやってるのを一回観光で見に行ったことがありますね。冬もね、寒いけどね、寒い時に外に出るとね、こう、キュッと引き締まる思いがしていいんですよね。まあそりゃ、でも歩いてるとね、散歩とかも、歩いてると結構汗もかくし、いいですよ。 そんな冬の北海道で、ちょっと、あ、冬の北海道じゃない <laughs>。冬の弘前城で思い出したことがあったんですけど、えっ、ー、と、学生時代、テニス部だったんですね。サークルとかじゃなくて、もう、真面目な、本当に大会に行って、南部に残るか、みたいな、そんな感じの、真面目な感じの、 ストイックな部活に入っていて、で、追い出しコンパっていうのがあるんですね。4年生を、卒業する4年生を、えー、追い出すコンパです。なので、その日飲み会があって、で、二次会からは好きな先輩のところについていくんですね。で、その先輩が、まあ、全部おごって、お店もこう予約してみたいな感じで。 で、ある時に、弘前城に飲みに行こうっていう先輩について行ったんですね。で、一升瓶をこう片手に。あれ今ってか外で飲んでいいんだっけお酒。わかんない。当時は普通だったんですが、なんか。で、それをこう飲みながら。私は何も持ってなかったかな。そうで、冬の弘前城にこう行って。まあ、3月くらいだったかな。 追い出しコンパワーでもまだ雪はあるんですねもちろん。ね弘前城をこう歩いて中を歩いてであのそうやって帰り際に先輩にいつもこうからかったりとかしてたんですね私がねあの男の先輩であのから口をたたくというかそしたらその先輩が。 何みたいな感じで、こう、叩こうと手を振り上げたので、ああって言って逃げたんですよ。そしたら、あの、広崎城の出るところに、杭があって、そこにこう、鎖がこう、してあるんですけど、それ全然私見えてなかったんですね。目が悪いっていうのもある。いや、コンタクトはしてたんですけど、で、なんだろう、逃げ、あーって言ってふざけて逃げるのに集中してたんでしょうね。 ああ、引っかかるぞとかって先輩方が後ろで思ってたらしいんですよ。小声で。ああ、あいつ引っかかるぞ絶対とかって言って。でも本人には言わないから私はわーって走っていって、その鎖で、ちゃんとぐるってなって <laughs>。いや、怪我はしなかったんですけど、転んだんじゃない、ぶっ転んだんですね。<laughs> で、いや、なんだろう。革の合皮のスカートを履いてたんです。フレアーの黒い。 いや、そんなファッションが流行ってたのか分かんないけど、私、フレアスカートの方が似合うんですね。で、冬にスカートとかって、なんか、大人になりたい気分だったんじゃないですか。そんなのを履いて、まあ、タイツも履いて歩いてたけど、見事に <laughs> スカートがベロンってなるっていうのを思い出しました。冬の弘前城といえば、私の うっ転んだやつみたいな。そういえばあいつ追い出しコンパの時あそこ走ってってバイーンってなったよなみたいなのを後から語り継がれててちょっと恥ずかしかったです。もうさすがに忘れてるよね恥ずかしい本人だけがね覚えてるもんですからねそうそうそう自転車を自分の親の敵のように投げつけた事件とかねいろいろありますね。 あの、不注意というか、どんくさいというか <laughs>、なので起きる事件でした。私の追い出しコンパの時は、私が追い出される時ね、4年生の時には、えっ、ー、と、友達と2人でゲイバーに行きました。オカマバーだったかな、名前は。オカマバー。で、えっ、ー、と、そんなにオカマバーと行 いっぱいあるわけじゃなくて、青森県にもたった一つだったと思うんですけど、一回行ってみたかったんですね。で、ちょっとお金が高いし、な、ま、んだろう、学生には。 だから、うちの友達、同級生と二人で接班して追い出されようってことで。で、私の後輩だから女の子もついてくるじゃないですか。まあ、男子の部活も一緒に追い出しコンパスとか、男子もついてくるけど、女の子もついてくるんですね。で、女の子がなんかドン引きしてましたね。<laughs> なんだこの世界はみたいな感じで。でもね、私はすごい興奮したんです。楽しかったんですね。で、 一人すっごい綺麗な人がいて、えっと、若い頃の小林幸子さんみたいな、この表現がぴったしなんですけど、みたいな綺麗な方がいて、で、首から下にロールスロイスと同じくらいの値段がかけてあるって言ってたので、ってことは顔は一切いじってないってことは相当綺麗だなって思ったし、えっと、 でこれで男の人だったらなわけですからかっこよいいかったんだろうなーって思ったし、ね、あのお手洗いとか行ってくるとさっとあのおしぼりとか渡してくれたりとかするこの気遣いがいやー男の人だったら最高なのになーとか思ったしあの話のノリとかもすごく好きで。 いい、この空間楽しいって思ってましたが、私の隣の後輩は、なんかざめ、黙ってました、ね。<laughs> で、男子部の子たちは、漏れなくモテるんですね。若いね、学生だしね。それもちょっとニヤニヤしてましたね。<laughs> なんか、男子もまんざらではなかったような気がします。懐かしい。いや、もうそのお店ないと思うんですよね。残念。あの、綺麗な人はどこへ行ったんでしょうか。 私よりもこう女子力が高い男性っていうのも尊敬できるしねいろいろ学ぶことがあったんじゃないかなと思いますお赤になってきました映ってるかなあ赤になってきました 最近コーヒーをやめて、左湯を飲んだり、うーん、石鹸とか、シャンプーとかをやめたりして、なんか気がついたのは、炎症っていうんですか、炎を2つ書いて、炎症が減ってきたなって。いつもね、どこかが、こう、出物が出たり、えっ、ー、と、かゆかったりして、こう、撮影中もこうね、顔を描いたりとかしてると思うんですけど、そういうところがあったんですよね、いつも。 子供の、子供の頃じゃないな、中学生ぐらいから、最初はこう肌が綺麗だったはずなのに、なんかどんどん汚くなっちゃって、で、常にどこかに出物、ニキビとかが出てるような状態だったんですよね。えっと、シャンプーとか使ってると髪の、あ、頭の中とかにもね。で、そういうのが減ってきたなーって思って、今、出物が一切どこにも出てないっていうのとか、痒い場所がない で、書いちゃって、こう、うん飛び火じゃないけど、ガサガサになってる部分とかがなくなってきたなって思って、だから多分、洗いすぎてたか、洗い落とす、多分これかな、洗い落とせてなかったか、石鹸を。私適当だから、きっと。だから、だったら使わない方がいいんだなとか、えっと、体に良くないものを体に、うん、飲んだりとか入れなければ、 何にも起きないんじゃないかなと思っています。いや、これね、おっきいんですよね。便秘も気になってるけど、この炎症も気になってて、多分、その、便秘だから、こう、そういう老廃物を皮膚から出そうとして炎症してたのかなっていうのもあるけど、まあ、ど、どっちも直していきたいんですけどね。こうやって、 ちょっとした不具合みたいな。まあ我慢しようと思えばできることですよね。でもちょっと嫌ですよね。嫌だなっていうのをなくして、すごい健康になったら何にも悩まずに編み物に集中できるなと思っています。良かったなと思うし、まだ何かこう減らしてもっと健康になれるものがあったらしていきたいなと思います。 あ、そういえば、この間コメントで、えっ、ー、と、疲れない姿勢について、ちょっと言ったら、こう、そのことを皆さんに周知した方がいいんじゃないかっていう、おっしゃってくださってて、ずっと昔に編み物ラジオで話して、もう、それで話したもんだと思って、みんな聞いてる方だと思って、もう、話さないっていう <laughs>。まあ、一回聞いたことがある人は二回目になるのですが、えっ、ー、と、私の編んでて疲れないって、 体制っていうののなん、知ってる情報というか、まとめてみるので、皆さんも何か付け足しがあったら、どんどんコメントをいただけたらなと思います。よく肩こりとかするっておっしゃられる方が多いんですけど、私は基本そんなに肩がこらなくって、でも、えっ、ー、と、解剖学をやっている友達に、 なんか、柔術修復師みたいなのを持っている子に、私の編んでる姿勢をこう、写真に撮って送って、これもっといい姿勢にする方法はないって、で、疲れないように編む体勢みたいな姿勢みたいなのを聞いてみたんですよ。ね、そしたら、えっと、まず、この肘を何かに乗っけた方がいいんじゃないって言ってました。で、 こういうクッションとかにちょっとこの高さに置いてこう乗っけて編んでみようと思ったんですけどえっ、ー、と肘が固定されると動けないので私はちょっと右手を特にね大きく動くのでちょっとそれは難しかったんですよなので左手が結構固定されたまま左肘からここは動いてないのでこう横の肘掛けとかに掛けたりして編む時もあるじゃあ,ありますでもあまり高くなるので もっといい姿勢で座ってるときとかは、ここに肘掛けに掛けたりしています。で、肩に重さがかかると肩こりになるので、だからできるだけ私は肩の真下に肘が来るようにして、そうすれば下に向かって、いつもの重さですよね。こうとかするとその分持ち上げたりしなきゃいけないので、疲れるんじゃないかなと思ってます、真下に肘が来るようには心がけています。で、 あと、仙骨っていうんですか、この、えー、もっと尻尾が生えてたっぽいところ。<laughs> お尻の上の部分の骨を立てて、えっ、ー、と、編んだ方がいいそうです。なので、こう曲がってると、こう曲がってると、そのまんまこう猫背になりますよね。こうね。じゃなくて、こう立てておくと、上の体も、 仙骨に真上にこうかかって、で、首も真上にする。そこはね、いまいち私下を向いてる時があって、首こりというか、みたいになるので、そこを気をつけなきゃなとは思ってるんですけど。なので、えっ、ー、と、まず仙骨を立てる。そうすると、背筋も立ったまんま、えー、編める。で、私は、 このクッションを外した状態だとまっすぐじゃないですか。そこにこう、よっかかって編む方が楽だし、もしクッションしてても、意外とクッションを使わずに前の方に行って、足を下ろして、こう、踏ん張ってというか、足の方に力を入れて、こう、まっすぐにしてできるだけ編んでいます。編み物ラジオとかでよくこの姿勢を見ているんだと思うんですけど、 ご覧になっっているる方いらっしゃると思うんですけどあと目ですねあ、違う違うその人はねもうすごいこと言って下,下の位置です下は歯をくっつけない歯は噛み合わせずにちょっと開いて上の歯の付け根のところを下で押すそうすると頭の重みがこないし下の筋トレにもなるだから下の位置はそこで目はえー、とっとまっすぐよりも上に を見ると疲れちゃうから眼球もまっすぐよりも下を見る方がいいんだそうですなので目だけを下にしてでも首は曲げちゃいけないから顎を突き出してちょっとこうドヤ顔みたいな感じ見下ろす感じでこう編み物をするといいと思うし今この表編みなんかはほとんど見ないで編んでいますそんな風にして あとね、力が入っちゃうって言ってたかな。力が入っちゃう場合には逆にぐーって力を入れて編んで、そこからファってこう抜いていう。そんな感じで、いつも同じ体勢でこう編まないように力入れて抜いてみたいなのをやってみるといいそうですし、あと、ゆっくり編むとか、早く力を抜いて編むとかっていうのを繰り返すと、どうやったら自分が 最も正確に疲れないで力抜いて編めるのかっていうのが分かるみたいなのがあるそうです。これで全部かな皆さんの編む姿勢のチェック今聞きながらされた方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。どうだったでしょうか疲れない方はねずっと何時間でも編めますもんね。あとねこれもコメントでちょっと耳が。 痛いというか、えっ、ー、と、編むのに必要な時間っていうのは限られているから、えっ、ー、と、編むのって安い系統でも高い系統でも労力は、編む労力は同じ。だから、えっ、ー、と、質の良い,いもので編むと編みやすい。しかも長持ちする。だからいい系統を買うといいんじゃないか、みたいな話をしていて、 まさにそうだよな。で、うん、私は長時間編めてるから、こう、永遠にたくさん編めるんじゃないかって思いがちだけど、本当は編む時間ってみんな限られているので、えっ、ー、と、何でもかんでも編みたいって頭に浮かんだものを全てものにするのではなくて、現実化するんじゃなくて、実現するんじゃなくてか、かなんて言わない実現するんじゃなくて、 うん、厳選して編まなくちゃなって、これから一生で編めるものはこうこうこうって決まってると思うし、まあ、1ヶ月とか1週間でだいたいこれくらい編めるっていうのは同じなので、だったら、よりいいものというか、うん、より簡単で皆さんに役にも立ち、そして自分も楽しくちょっと進歩するようなもの、欲張りな、<laughs> そんなものを編んでいきたいなと思います。そう、私が100円ショップの系統を使うのは、 皆さん同じ毛糸をゲットすることができるそしたら安心して編めますよね。でえっとちょっと新しい編み方にこう自分で挑戦してるのはこんな風に編んだらこうなりましたよの一例をこう示すことで皆さんもうんやってみてで私がやってみて失敗したものは失敗したってこ,こう失敗しましたって口で言ったりで 映してないわけですよね。ボツにしてるわけですから。あ、じゃあこのパターンはうまくいくんだっていうのを一個だけ示すことができますよね。そうすると皆さんが編んで無駄に時間を過ごすことがないほどいてとかっていう意味もあるので。あれ ?100 円ショップの毛糸の話からなんか違う話になっちゃったけど <laughs>。うん、でもね。いや、やりたいことはいっぱいあるから。 これもね、なんかセーターにしたいなーって思ってて、これに合うのは、あメランジかなーとかって思ったけど、いやー今からセーターを、例えばこの赤と青と2種類こう編んでいる時間はあるだろうかって思って、やっぱり我慢しようって今思っているところです。で、今自分で持ってる毛糸でそれができればいいけど、 同じ色の毛糸をいっぱい持ってるわけじゃないからなーっていうので、ちょっとそういうのは諦めていこうかなと思っています。同じアムでもね、無駄にしないようにこう賢くいきたいなと思います。で、えっ、ー、と、 ポッドキャストというのに、さっきもちらっと言ったんですが、ハマっていて、いろんな方のポッドキャスト。で、最初、マンデリンさんっていう方のを見てたのかな ?Vlog っていうのかななんだろう何を編んでるか、どのレシピで編んだか、ちょっとしたコツとか、で、これから何をしたいかとか、まあ、編み物ラジオみたいな感じですよね。それをずっと聞いていて、で、えっ、ー、と、英語圏の人の英語、 イギリスとかアメリカの人の英語だとちょっと早くて聞き取れないんですね。で、まあ、字幕もあるんですけどで逆にこうノルウェーの方と、えー、フィンランドの方とドイツの方のを見たんですね。すごく聞きやすくってなんとなく何を言ってるか分かる。で第二 あれ第一外国語いや、違うな。母国語じゃないから、ちょっとゆっくり話してくれるし、はっきり言ってくれるので、なんとなくわかってて。で、あとね、ドイツの方とか、オパールケイトの話とか、すっごいいっぱいしてくれるので、すごく楽しいです。で、この間ちらっと話した方のは、ノルウェーの方で、あの、クロスカントリーのスキーをするとか、なんかそういう、 映像とともに、あ、だから編み物いっぱい必要なんだな、みたいなのとか、すごく楽しいです。で、イギリスはイギリスの系統をいろいろ紹介してくれたりとかして、で、ラベリーっていう、あの、どうやって編むかみたいなののレシピがいっぱい集まってるサイトあるじゃないですか。その中の、これで編んだらこうなったよとか、このレシピが好きすぎて私ずっと繰り返してるのよとか、そういうのも、 紹介してくれてるので、なんだろう、全世界共通じゃないですか。なので、いや、いつかね、レシピ編みができるようになりたいなと思っていて、うん、何月かにラベリー祭りをするかもしれないし、でも、なんだろう、すごく頭を使うので、それだと頭がファーってパ,パンクしそうな感じもするから、ラベリーは週に1回にしますとか、なんかそういう祭りをしそうだなと思っています。 その中で、さっきもちらっと言ったんですけど、土曜日に編んでるのはブランケットって言ってたかななんかちっちゃいドミノ編みの四角をいっぱい集めて、自分の思い出もこう込めて、で、ブランケットを4年くらい、2018年から編んでるっていうのを、2023年の1月に完成しましたっていうのもあって、そのポッドキャストで話されてる方がいて、えっ、ー、と、4年もかけてね、 毛布を作るっってすごいことだよなってで、一個一個余りケイトでこう編んで一つ一つ、ああ、これ姉の時のオパールケイト、ああ、これはなんとかなんとかだとかってペイトペイ、ペイストンだったっけだとかって言って、靴下にしたやつとかって言ってて、ああ、いいなって思ったし、で私はね、もうとにかく早く出来上がった方が楽しいせっかちな人なので、 いつも小物ばっかり編んでしまうしいやそういう一生をかけたプロジェクトというかで一生使うんですよねきっとねいやでもなミクロあミクロネシアじゃない <laughs> ミニマリストとしてはねブランケットを一生持ち続けるのかっていう葛藤があるんですよね多分途中でいやーこれ重いからいいやとかってなりそうな気がするいくら思い出を詰めておいてもまあでもそういう一生 をかけて何か一個作ってそれを一生使う例えばコメントでもなんかコートを作ろうと思っている方がいらっしゃってああそういうのもいいよないつかせっかちを直してですねが大きくなってそういうのをゆったり編む時がやってくるのかなとも思いましたでその方が計画的だなって思ったのはそれをあなんだっけ えっと、チャレンジをしようと。皆さん、見てる方と一緒にチャレンジしようと。2023年になったら、まず、えっと、自分が編んでる一番古いものを編みますと。編むことにしましょうと。編み散らかしてる方、もし、もし、これいいなと思ったら採用していただけたらなと思います。それを1月いっぱいは、時間を決めて、その間絶対編むっていう風にすると。 例えば彼女はそのブランケットだった。一日一ブロックは編む。で、それを30分一日する。で、その間に聖書を、えっと、オーディブルっていう読んでくれてるのを聞きながら編む。そうすると、まあ、えっと、なんだろう。し、新人深さ、あれ <laughs> 新人深さも磨けるし、編み物も進むと。そうしていくと、 うん、ずっと前からあるあああれ終わんないのになああれ終わらせなくっちゃなもう解消できるわけですよねって言ってで1月それをスタートした彼女は本当にすぐにブランケットを4年がかりのものを完成していてすごいなと思いましたで彼女は何ブロックできたっていうのをこうメモしていたりとかしてジャーナルっていうのかなそれもねあ細かいなと思いました あと、素敵だなって思ったのは、24色の毛糸の、うん、毛糸があって、が送られてきて、えっと、12月になったら1日1色ずつ、えっと、編むんですね。靴下に、えっと、ボーダーみたいな感じで。ほんの、ほんの何段か。で、12月1日はつま先2日は2個目とかってこう編んでいって、 でそうすると25日にその靴下が履けるっていう <laughs>。ああ、素敵と思って、あの、アドベントカレンダーみたいな感じで送られてきた、あの、あアドベントカレンダーの系統を毎日一個ずつ使っていくみたいなのとかも絶対楽しいですよね。いつかね、やってみたいプロジェクトの一つになりました。そう、この間、 インスタグラムを開いたら「伊賀屋さんの靴下を私の動画で編みました」とか「私の名前でアットマークそくにたまゆみ」っていうのをつけてると「メンション」っていうのかなそれを私が見れる仕組みになってるんですねでその名前を使いましたみたいな感じでそうすると「伊賀屋さんの靴下を私の動画で」とか「5本指の 靴下にはまっていますって言って、もう何足も編んでて、全然私なんかより上手いじゃないですかっていう。で、あの、一個の毛糸だけど、いろんな色が出てくるから、五本指全部違う色に見えたりとかして、すごい素敵なものを編んでるのを見れたりとかして、いやー、私のこの拙い説明なのに理解してくださる理解力と、 実行すするる力と達成するそれを見せていただいてすごく感動しています。いやーこんなんでこんなにすごいのできるんだっていうのがえっ、ー、といまだにねもう YouTuber っていう言ってからもう何年も経つけどいまだに嬉しいです。ありがとうございます。それとこうそ 私からこうそうやって広がっていったものがあるってことは、ちょっと責任もあるなぁなんて思うけど、かといって何ができるだろうか。<laughs> もっとうまい説明だったり、もっといろんなものを発信していくぐらいしかできないなぁと思ってはいますが、説明力が上手くなるとは、そこは諦めてるし、えっ、ー、と、いろんなものを編みたいという、楽しみたいというのはずっと変わらないと思うので、 どうぞこのね色が変わるところのねガーターの一本こうグレーが入っているところがねすごい好きなんですよねちゃんと写ってるといいな表編みではそういうふうにならないですもんねここに一本線が入るんですよそうそうそう編み物に合う髪型ってあるんですかね ってんと思ってどんだけ編み物中心に考えてるんだよって言うんですけど今髪をボブに切って前髪がこう、うん、くるんとなあ前髪じゃないこう耳の脇の髪がくるんとなるんですねで、えー、と邪魔だから耳にかければかけるほどますますくるんとなってで髪がこう見えてると編み物に邪魔なのでかといってゆっ縛ってしまうと寒い。 <laughs> 耳は本当は出したくない。髪も言うと今は寒いっていうことで。なんか編み物に合うあったかい髪型はないものやら。<laughs> で、あんまり長いとドライヤーの時間が、編む時間を蝕んでいくしね。<laughs> ケアが大変っていうのもあるので。もし、この髪型邪魔にならないわよとかいうのがあったら教えてください。多分ショートヘアなんでしょうけど、ショートヘアを 自分で髪は切れないんですよね。ボブが一番楽です。こう、長さを揃えるっていうね。私は後ろが長めのボブなんですけど、それもね、こう、ちっちゃいゴムでこう言って束にして、後ろを長めにしてそのまんまバツンと切って、あとは、えっ、ー、と、髪が厚いので、えー、薄くして、 なんだ、髪を言わないところハーフアップをしないところをこうそぐっていうんだっけハグっていうんだっけなんだっけ <laughs> 出てこないシャギーを入れる違うなすくそうすくですすいていますそうするとドライヤーも楽ですあそうだこれ ちょっと思ってたのに、いつも言い忘れてたんですけど、えー、靴下とか編んでるときに、こうなってるわけですよね。こうなってる、奥も持ってますかこっち側も。ああ、今ちょうど多かった。そっち側から取ってて。私は一緒に持っちゃってるんですけど、これが合ってるのか、本当はこうして手前の針だけを持って編むのがいいのか、あと言,言ってしまうと、 右手でこもう一個の靴下を掴んでたりします。結構全部掴もうとしてる。でも、それってその分重くなっちゃうような気もするし、ただ,んだん編む針だけを持ってるのか、こう、奥の編み地を押さえてるかどうか教えていただけたらなと思います。いっぱい掴んだ方がいいのか、掴まない方がいいのか。奥の編み地を。 持持つ持たない問題でしたあさっきのポッドキャストで言い忘れた「スターシュ」というのがあってなんか編み物の英語ってまた違うからあれですよね「WIP」って何でしょうね「WIP」w「WHIP」I「WIP」がどうのこうのって言うんですけどでも自動なんだっけ翻訳にすると「ホイップ」って出てくるからいやなんホイップ <laughs> いやだからな何か分かんないんですけど 編んでいるもの、途中のものみたいなことかな。まあ、それは置いといて、スタッシュというのがよく出てきて、スタッシュかなスタッシュ stash。それが何かを調べたんですね。そしたら隠れ場所って書いてあって、で、えっ、ー、と、多分日本語だと在庫だと思います。しかも罪の <laughs>、罪の方の冷蔵庫の子。えっ、ー、と、ずっと持ってて使う、 使わないいか迷っているケイトのことでスターシュって言うってことは隠し場所だって言うってことは隠れケイトみたいなことですよね。渦漏れケイトみたいな。<laughs> それを減らすみたいなポッドキャストもあって感動したんですよ。で、その人は50個持ってたのを1年間で1個に減らしてました。わあ、私もそれ撮りたかったんですよね。今編んでるのが最後のケイトですと。 何回この話するんだ <laughs> でも、なんせ175個あるので、ちょっと難しいかなと思いますが。でも彼女は、毎月、えっ、ー、と、アウトとインってこう、ノートに書いて、使い終わったもののケイトの名前をこう書いていました。で、買っちゃったら、インのとこに買ったもののケイトの名前を書いて、1月はプラスマイナス、マイナス1とかで、そこを計算していくんですよ。で、 1>, えー、1年間かけてマイナスが増えていけばだんだんこうスタッシュがなくなるみたいなので書くだけでまあ最初はねスローペースだったんですけどなんか途中後半ねすごい十何個とか使っててであのついに1個にしたっていうのがあってでも彼女はえっ、ー、と人に。 プレゼントしたりした、ドネイトしたとかって言ってて。でもそれは、えー、寄付とかなんか、断捨離断捨離じゃないか、人にプレゼント。そこはなんかちょっと私は、それをしないでどうにかできないかなっていう欲があるんですよね。で、私たくさんいただいた系統があるし、で、それをまた誰かにあげるってなんか違うような気がするんですよ。私の中でね。別にただのこだわりなんですけど。 なので全部使いい切りたいだから私はアウトを書いていて、えー、と今月もう10個使いましたで9個以上使うことにしててできたら15個使えば1年間で175個はいけると思うんですよ180個いけるはずで9個は絶対使おうと思ってで9個よりもオーバーしたら多く使い切っちゃったらその分買ってもいいよってでもまだ 多分、12月くらいまで、いや、夏くらいに買ってしまいそうな気がしますが、極力我慢しようと思っています。去年もね、多分数回しか買ってないと思うんですよね。そんな感じで、いろんなやり方があるなって思ったし、なんかスターシュっていう言い方も面白いなって思いました。あとね、片付け動画とかもあって、こここうしてって言って。で このミニマリストというかの私は、あー、毛糸立てた方が全部目に入った方が、こう、重ねちゃうと下の毛糸使わないですよね。まあ服も全部、書類も全部、か全部立てて一気に一目で全部が目に入るようにした方がいいし、箱に入れてこう見えないようにしまうと見た目は綺麗かもしれないけど、多分その糸使わないだろうなーって思ったり。<laughs> そう。で、細かい糸とかも、 全部一目で分かるようにしたらいいのになぁとか色々いろいろ思いながら。で、もう入れられてきた袋とかはもう片処分した方がいいとか、できる限りラベルももう捨ててしまった方が <laughs> 容量が減るとか。いやでも毛糸のラベルはね、なんかね、あの、貯めてるというかコレクションしてる方もいらっしゃいますよね。そういう気持ちは分かるな。 すごい勉強になるので、これからも、あの、ポッドキャストについてはいろいろ語ると思います。おすすめのポッドキャストがありましたら、教えてください。なんだっけ全部の系統を全部こう管理して、 え、ラベリーのなんかのアプリだったのかなわかんないけど、全部計算したら60万円くらい、あ、6000ドルって言ってたから多分60万じゃ効かないか、ですっていう方がいて、うわ、つわものだなぁと思って。でね、海外のなんか毛糸、すごい大きい、あれ、うーん、3 0 0ムくらいあると思うんですよ。ありますよね。それとかね、すごい高い。 本当はね、私あれ欲しいんですよ。ウール・エンド・ザ・キャングとか、ウィーア・ニッターズみたいなのの、チャンキー・ニットっていう太い糸が欲しいんですけど、調べたら高くて、うわぁ、そういうのをガンガン持っててすごいなって思ったし、それを編み切ることはなさそうだなぁって、ちょっと心配に思いました。人のこといや、今日ね、ちょっとブラックですよね。人の片付け方とかね。人の毛糸の値段とかにね。 いや、実はあの、ブラックな、そっくにいった甘指です。最後に、静電気について、いつか語ろうと思って、語ってなかったので、えっと、なんか表があって、プラスの電気を帯びる繊維と、マイナスの電気を帯びる繊維みたいなのがあるんですよ。その表があって、それ、概要欄に貼れるのかな貼れたら貼っておきます。で それのプラスとマイナスのものを組み合わせて編んでしまうとバッチバッチのものになるらしいんですよ。なので、まあ、どっちがプラスでどっちがマイナスか忘れたんですけど、えっと、ポリエステルとアクリルは同じ方にありました。なので、えっと、ダイソーさんの、ー、うん、メランジテイストと、 フローを一緒に編んで、あ、でもあれ両方ともアクリルとか、なんか両方ともポリエステルかなんかそんな感じだったと思うんですけど、それ組み合わせても大丈夫です。で、えっと、ウールとアクリル、ウールとポリエステルを合わせるとダメです。逆だったと思うので。で、ウールが何といいかっていうと、多分わかると思いますよ。ソックヤーンがなぜそれでできているかってことですよ。 かかりましたか <laughs> ウールと合わせるといいのはナイロンとポリアミドですだからソックヤンは、えっと、ウール75%、えー、ナイロン25%とかポリアミド25%とかってあるんですねで時々ポリエステルとかってあるのはなんかラメの部分とかそういうことかなそんな感じで なので安心してください。ポリエステルとアクリルは大丈夫。ウールはナイロンと合わせればいいし。というのを話して、冬のうちに話しておかなければと思って話してみました。今日もね、一人でテンション上がっていっぱい喋っちゃいましたが、長くなったらごめんなさい。あの、聞けるところまで聞いて、えっと、で、また、 え仕事なりなんなりにいって帰ってきたらまたそこから聞いていただけると嬉しいです。できたら皆さんが編む時間に聞くのはもうなくなっちゃったって言われないようにいっぱい話していきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。今日も最後までお聴きくださりどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。